皆さんこんばんは。というわけで本日はですね、僕は今福住駅にいるんですけど、福住駅って東方線の終点駅なんですよね。そんなでなんかラッシュ時とラッシュ終わった後になんか回送列車というのもありまして、なのでその回送列車の入港を見ていこうということで本日はお送りしていきたいと思います。それでは本日も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまず普通のね、列車の出発シーンを見ていただきましょう。お待たせしました。2番ホームから高山行きが発車します。ご注意ください。ご覧の通り回送の表示が出ました。 Out of service、 これ列車が到着しますっていう表示に変わる瞬間が結構面白いんで、ちょっと見てみてください。栄町方面から来た列車がそのまま福住駅の留置線に入っていくという形になってきます。さあ、まもなく列車が入っていきます。さあ、入線してきました。この列車回送列車となるので駅員さんがホームに立っておりますね。なぜ駅員さんがいるかというと、このままそのもし客がね車内に乗ってて、そしてそのまま回送したら大変なことになってしまうので、運転手さんと駅員さんが確認した上での回送発車となります。さあ、今回の目玉、入れ替え灯が動く瞬間です。1日数回しか動かないこの入れ替え灯、ぜひぜひ目に焼き付けてみてください。続いては入れ替え灯が変わる瞬間ですね。もう一回見ていきましょう。というわけで本日はこの東方線の回送のね動画でした。まあよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。